中学2年生、クラスにあざとい女子がいる。三枝さん、今日も彼女の席には男子たちが群がっている。すっごい。リアクションでかいな。あそうかな。そうだよ、迫力50以上もあるなんてすごいよ。私なんて迫力全然ないもん。憧れちゃうな。いや迫力ないからペットボトルのキャップ開けるのも大変だもん。俺ペットボトルなら片手で開けられるよ。本当に？すっごい頼もしい。望月さんおはよう。うん、ケンジ君おはよう。今日も三枝さんは人気だね。だね。ケンジ君は混ざらなくていいの？あ、いや、俺はその望月さんが、え、なんて？なんでもないよ。望月さん。え、三枝さん？いつもより声が低いから違う人に呼ばれたのかと思った。望月さんってケンジ君と付き合ってるの？え、付き合ってないけど、どうして？ふーん、付き合ってないんだ。仲良さそうに見えたけど。それはまあ、友達だし。ふーん、友達ね。ケンジ君かわいそう。なんで？さあ。というか、男子と喋ってる時と態度が違いすぎない？はっ、もしかして私嫌われてる？ねえ、望月さん。ケンジ君とは本当にただの友達なんだよね。うん、そうだけど。なら私がケンジと仲良くしても問題ない？うん、むしろ仲良くするのはいいことだと思うけど。そっか。もしかしてこの子相当な鈍感？まあ何でもいいや。クラスでケンジ君だけ私になびかなくてちょっと気に入らなかったんだよね。付き合ってないなら遠慮なく落としちゃおうかな。ねえケンジ君。何かな。やだもん、なんでそんなに緊張してるの？もうちゃんとこっち向いてよ。もしかして三枝さん、ケンジ君が好きなのかな。あ、なるほど、だから仲良さげな私に冷たかったのかも。私ってば名探偵。ケンジ君ってよく見ると整った顔してるよね。そうかな。うん、それに体型もスマートだし、私ほっそりした人が好みなんだ。ねえケンジ君って好きな人とかいるの？うん、まあいいな。え、ケンジ君に思ってもらえるなんて羨ましい。それってどういう？もう鈍いな、ケンジ君は。え、望月さん？三枝さんはケンジ君が好きなんだよね。そうだよね、三枝さん。ちょっと望月さん。あの三枝さん、気持ちは嬉しいんだけど。はあ、勘違いしないでくれる？え、あれ、もしかして違った？当たり前でしょ。なんで私がケンジ君なんかを好きなわけ？だいたい私が本当に好きなのは3年の鈴木先輩なんだから。イケメンでスポーツ万能で成績も良くて、ケンジ君なんかとは比べ物にならないくらい素敵で。三枝さん。鈴木先輩？なんでここに？部活の後輩に用があって来たんだけど。そうなんですか。なんていうか、その俺、三枝みたいに裏表が激しいやつはちょっと。はあ、ごめん。それじゃあ。三枝さん、どんまい。今日の授業は終わり。また来てね。